久しぶりです。約半年ぶりですかね。ずっと今農業をやってるんですけど、少しだけ時間が空いたので動画を撮っています。廃材の家の続きからなんですけど、この廃材の家の外枠は完成したんですけど、まだ電気が通ってないので、それをどうするかっていう回ですね。ぜひ最後までご覧ください。ということで、久しぶりの動画スタートしていきますか。まずは前回の振り返りからですね。前回はですね、部屋の中に断熱材を設置して薪ストーブを設置しました。現状問題点として部屋の中が暗いと。なのでここにですね、電気をつけたいんですよね。電気ですね、うん、入り口から結構光入ってきますね。こっちは明るい、この辺がちょっと暗いですね。電気になるものを探していくか。太陽光発電の家から取るのもありか。おー、ダイソーのガーデンライト、太陽光で発電して 12V の電気を作ってる。あー、でもあれか、このミニ太陽光発電だと長時間の電球の点灯は難しいんですよ。家の中で電球使うってなると結構長時間つけるので、もっと大容量の電気が必要だな。今思ったんですけど、一軒家電気通ってるんですよ。こっから引っ張った方が早いっすよね、延長コードで。それが一番いいっすね、コンセントも使えるしちょっとそれはダメだろ、それはちょっと逃げな感じしますね。別の方法でやりますか。お、原付先輩じゃないですか。原付からも電気取れるんですよね。てかこいつ最近全然エンジンかけてないな、大丈夫かな。お、ランプつく、バッテリー大丈夫じゃん。おい、大丈夫、バッテリーか。やっぱバッテリーから取るしかないっすよね。ただバイクのバッテリーちっちゃいんだよな。もういた、よいしょ。これが原付のバッテリーですね、まあ、ちっちゃいっすよねモバイルバッテリーみたいな。もっと大きい電池が必要ですね。こちら、ででん、皆さんこれ何のバッテリーか分かりますか。エレクトリックアシステドバイセコーって書いてますね。こちらですね、電動アシスト自転車のバッテリーですね。中古で2000円で購入しました。原付のバッテリーと比べてもだいたい2倍ぐらいかな、ありますね。これを使ってですね、電気を点灯させたいと思ってます。まあ、これだけでかかったら長時間電気もつけれるんじゃないかということで。ただこのバッテリーですね、ジャンク品なのでおそらく壊れてるんですよ。新品で買ったら4万円ぐらいするので、これを修理してバッテリーとして使うことにします。ダダン、バッテリーの充電器ですね。これも中古で1500円ぐらいだったかな。やっぱ壊れてんのか。こっちのランプとかが点滅しそうですよね、充電中って、うん、お、光った。一応なんか反応はするな。調べたらこの点滅ですね、エラー表示らしく、このバッテリーの中にある電池が使えなくなったものがあるらしく、その時に出るエラーみたいです。この中にある使い古した電池を新しいものに交換したら、もしかしたらバッテリーとして使えるようになるかもしれないですね。外していきますわ。おっしゃ、いた。うお、はい、このバッテリーの仕組みですね。まあ、横にこうやって電池が見えるんですけど、それがたくさんつながってると。ここにある基板でエラー表示の制御とかをやってるっぽいっすね。問題はここの電池なんですよね。この中に消耗して
交換しないといけない電池があると思うんで、それがどの電池かっていうのを調べていきます。両端に4.1V。 ん？お、電圧が低いところがあるぞ。 1.9V がある。この辺とかは綺麗だけど、ここだけ黒くなってる。電圧出ないっすね。ここのなくなった電池をインパクトドライバーのバッテリーの中にある電池で代用したいと思います。このバッテリーもですね、ちょっと壊れてて、これ充電器なんですけど、これに挿すと、充電するときはこれが点灯するんですけど、点滅するんですよ。これが正常なバッテリーなんですけど、これだったらちゃんと点灯するんですよ。この壊れたバッテリーから電池を取り出します。修理が完了したので電圧測っていきます。最初測った時が 1.9V だったかな。ゴー。おお、上がってる。 3.5。 めっちゃ上がってる。すごい。正常なところは何ボルトだっけ。正常なところがだいたい4ボルトか。いいよ、もう一回充電してみましょう。よしよし、いけるかもしれん。運命の瞬間、果たして充電できるのか。いくぞ。おお、できない、マジ。おお、同じエラー出てる。ちょっと予定変更っすね。ここ以外にも劣化してる電池があって、それが多分悪さをしてますね。なので使える電池だけを取り出して、それを使うっていう方法に変えたいと思います。ということで、バッテリーの再生スタート。
はい、完成しました。ちょっと説明をすると、バッテリーがですね、電動アシスト自転車から取り出した電池をダイソーの油飛び跳ね防止用の蓋で挟みました。この蓋がですね、ステンレスでできているので、金属なので電気を通すと、電池をですね並列につないで約4ボルトの大きな電池を作りました。ちょっと感電するかもしれないということで、植木鉢の中に入れてます。そしてですね、この巨大な電池をですねクリップで挟んで、その線がモバイルバッテリーにつながっています。これはなんでつながっているかっていうと、モバイルバッテリーのですね USB への出力、この仕組みを使いたくてモバイルバッテリーを使っています。こっちのボタンを押すとこういう感じですね。電池1ですけど光ります。この電池ですね30本あります。このモバイルバッテリーに入ってた電池が3本だったので、1万ミリアンペアワーのモバイルバッテリーの10倍の10万ミリアンペアワーのモバイルバッテリーということですね。この USB がですね、この壁を伝ってこの電球にですねつながっています。ということで早速点灯していきますか。よっしゃ、じゃあ行きますよ。暗いな、手探りで行くしかない。よし、じゃあ USB 挿します。いっせーので、すごい明るい、これ明るいわ、普通に見える、いけますわ。オッケー、よかったマジで、ついに明かり灯ったか。ちなみにずっと電池式のランタンで明かりは取ってました。今日からそれも必要ないっすね。よっしゃ、うまくいった。最後にですね、充電できるかテストします。モバイルバッテリーでモバイルバッテリーを充電します。はいはい、こういう感じで、なんかおかしいな、一気に4になったぞメモリが。まあ、最悪これ全部取り外して充電することになるかもしれないですね。多分1週間以上は余裕で持つなこれ。ふぅ、なんとか廃材の家に電気をつけることができたな。ただ一つ問題として、充電ができなかったことが課題だな。あとリチウムイオン電池が家の中にあるっていうのも火災のリスクがあるから不安要素の一つでもあるな。やっぱりあれを使わないとダメか。